これの、まあ、楽しみ方というか、これができた由来というか、ちょっとね、型紙の作り方にまつわる一応ものとして、作ったんですけども、ちょっと型紙を切っていって、いろいろこれができた経緯というか、そういうのをちょっと説明してみようかなと思うんですけども、はい、ちっちゃいカバンがこれとこれと、もう何年か前に作ったんですけども、もう一個ね、あの横待ちのやつもあるんですけども、まあとりあえずこの2つ、型紙のまあ形だけやけど、型紙を順を追って作っていくんですけども、その時にね、この2つの型紙の作り方共通点があるんです。それをちょっと見てもらってから、なんかこの本の説明みたいな感じで、しようかなと思います。いつもよく見せるやり方なんでね、このこういうバケツ型の方、小判、いわゆる小判底という形の、カバン、型紙を作るのはこの、楕円形の底、それと本体、ちょっと大雑把に長方形の本体、これどっちが先に作り始めるのかというと、底から作り始めるというようなことなんですけども、もうすでにね、こう全然ちょっと原寸じゃないですけど、よう似た大きさで、作った、型紙がこれなんですけども、ここから、こんな風に作っていきます。ここからまあ半分に折って、ちょっと見にくいかな、ちょっと近づけたろう、ちょっと待ってね、いろいろね工夫しますね、よいしょ、はい、こんでいくか、ちっちゃいからね、こうしてでね、紙をまっすぐに切った紙定規という、ちょっとね、もうちょっとないか、こっちの方が隠れるか、あかんな、もうちょっと上に回り込もうか、よいしょ、どこにハート噴射してるのかがちょっとわからへんけど、まあいいや、ちょっと固定しておいてます。あ、こんなの方がいいか、これちょっと背低いから見やすいかな、紙定規というふうに教室で呼んでる、ただ単にまっすぐ切った、紙、まあこんな感じで、距離を測るのに使います。ぐるっと回して、はい、ここまでかとね、ここでカットで、こっちから、測り始めたので、一応そういう印をつけておきます。でまあこれが言うたら4分の1の長さを取ったんですけど、4分の1の長さ取ったら、ここもここも、ここも同じ長さやから、もう全部は一周取る必要はないと、きっとハルハラライブでもやったと思いますけど、ほんでこう左右対称、本体の型紙がまあ入りそうな、まあ左右対称、センターで折れてます、上下直角ができてます、それのセンターから合わせて、こんな風に、ここ合い印の位置に印で、横幅ちょうど、はい、天地ひっくり返して、横幅ちょうどに合わせて、こんにちは、切り込みを入れて、切り込みを起こして、はい、カットで、こんな感じで、はい、印をして、このようにまあできるんですけど、
まあこういうバケツ型にしようと思ったら前後ろ必要と、はい、逆の方をこう持ってきました。ここからちょっとだけカメラ引こうか。はい、でこれを合わせて、はい、私の好きな工作ですわ。はい、こんな感じで輪っかの状態にして、でこれと貼り合わせた、貼り合わすとバケツ型になるんですけど、もう作りました。はい、こういうやつで、まあもうちょっと分かりやすく絵もちょっと描きました。こんな感じでね、はい、まあこういう手順ですね。まあこの底の部分を作って、このカーブの長さを測って、本体の、このぐるりの長さを導き出して、まあ作ったというのが一応手順です。で次に、うん、まあまずひとまずこれはこれで、で次に、こいつ通し待ちのボストン通し待ち、まあこうここはファスナーがあるんですけど、まあ通し待ちっていうのは胴体があって、帯状のこの待ちと点待ちがひっついたもの、まあこう帯状のね待ちと底がひっついてるようなやつやねんけども、まあ胴体の型紙、まあこんな感じで、はい、こんにちは、作りました。でまたこの長さを測るのに紙定規の登場、はい、いきます。こうしようかな。こうして印ぐるっと、おっと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 、ぐるっと回して、こことここと、ここと、んでちょっとね、あの回りきれへんから一旦外して、コインケースにいいですね。うーん、まあそうですけど、ちょっと取りにくいかなこれ。ちっちゃいとちょっとだけやりにくいな。印を入れて、でカット、上から取り始めました。こんな感じで、これはねさっきの四方対称、あの底の形の四方対称と違って、これね四方対称、こっち折ってもこっち折っても対称なんですけど、こっちはちょっとちゃいます、左右対称です。もうこっちしか対称じゃない、まあ、だから測る距離は1/2ね、でこう1/2の長さを測った、これでこれを元にこの町を作ろうかなと思って、はい、すでにこの幅状に落とした帯をもう用意してます。で印を入れていこうかいなと、こういう具合に、ちょっとカメラ寄せます。ああ入りきれん、これぐらいか。おっとトラブル、という具合に、あとは全部これを釜に変身。なんか外が騒々しいです。
道路を穴開けたりとかして、このビル揺れてます。よいしょ。はい、でどっちから測った？こっちから測ったな。まあ一応これが町の元型、出来上がりの寸法。番は、あれ、なんかアイコンの色が変わったように見えますね。でこれがこんな風に覆うんですけども、これもまた、相棒を作ってます。で見えへん、というふうに輪っかにしたやつと、ちょっとカメラ引こう。はい、輪っかにしたものとこれが合うというふうになるんですけど、よく覚えてますよ。で、何を思って、うん、これを合わしたやつが、はい、こちらになって、一応絵も描きました。ちょっとハンドル作ってる時間ありませんでした。まあこんな風になるんですけどね。まあこれが一応の流れ。でね、この2つの、まあ、型紙、ここまで、作ったんですけど、共通点わかりますかね。同じ手順で作ってたはずなんです。どちらもね、この底はこっちにカーブがある、そこにカーブがある、本体はただの長方形で、この通し町の方、これは胴にカーブがある。で町は帯状の、まあ言うたら直線、まあ広げるとこんな長方形、どちらもこの型紙を作る、共通点はこのカーブのある方の型紙から作る、カーブのあるパーツの型紙から作って、長さを紙定規で取って、その長さをもとに直線の、パーツを作ったと。まあそれの方が型紙を作る手順としては効率がいいと。これ別にそのなんちゅうかな、これは投資町、この本体の形っていうのを投資町に別に使わなくても、これはこれで、そこと見立てて、で、でっかいこうね、こんなこの町幅を広げたとして、わあ、貼りにく、しかも携帯邪魔。なかなかえらいシーンとしてますね。まあね、じっと見てんのか、ちょっと眠なるんか。よいしょ。まあこんな感じで町幅を広げたとして、こんな風にしてここにハンドルらしきものをつけたら、まあバランス悪いけど、これはこれで、まあ言うたら一個のバケツ型みたいな感じに見立てることもできると。ガン見しております、ありがとうございます。うん、で、そのね、もう何が言いたいんか言ったら、まあ要はカーブの型紙、カーブのパーツから型紙を作るのが効率がいいというのと、あとこれを作る、こういうカバンを作るのもこういうカバンを作るのも全くなんちゅうかな、容量は一緒。
僕からしたら同じカバンを作ってるような感じなんですね。で、それが何とかしてこう人に分かってもらおうと思っていろいろ試行錯誤を繰り返して、まあ何回もいろいろトライしてみたんです。いろんなもの、このカバンを作ったのを買って、そういうのが分かってもらおうと思って3年ぐらい前に作ったんですけども、なかなか伝わらなくて、で今回、バックカフェっていう展示会をきっかけにまたこういうものを58種類作りましたと。これもそこから、カーブのある型紙から作る、長さを測って本体を求めるというふうな感じで、それぞれね、黄色と緑色の革で表現してるんですけども、要は緑色の革が、緑色の革を使ったパーツっていうのがカーブのあるパーツ、型紙を作るのはこの緑色の方、カーブのある型紙から作ると、効率がいいと。で、全く同じものを作ってるんだよというようなことです。ほんで、パラパラ漫画を作るきっかけになったのもこれとこれってもう全く同じカバンなんですね。この形、このね、投資町のこの形、これがだんだんこう狭くなっていって、この町の形だんだん横に広くなっていったらどうですか？こっちにならないですか？これが緑色が狭くなって黄色が広くなっていったら単純にこれになるというふうな、それをねずーっとこう説明し続けたんですけど、このパラパラ漫画を作ったきっかけになったのは、見たことないからは想像できないということを言われたんです。はい、見たことがないから想像できないと言われたら、じゃあ見せたろやんけっていうふうなことを思ってこれを思いつきました。これがどうだ、見たことあるやろっていうふうにこうしようと思ってね、変わっていってます。どん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 カバンが変形して、この横町から小判底になって、小判底から投資町になって、投資町から横町になってとぐる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 回っていってる。もちろん逆回りも、ありきなんですけども、でこれは購入できるんですが、もうあの当たり、もうあの今日やっと造反というか、はい、あの来ました。後で教えます。ちょっとまあまあとりあえず全貌を見せます。これね、冊子を広げて、まあパラパラ冊子の楽しみ方みたいな感じで説明が載ってるんですけど、こうやって見開きで、小判底から始まります。小判底これね、はい、小判底から始まって、であのね、ここに番号振ってます。で小判底の下のなんか何にも書いてへんやつ、これ58番で、これ1番、これ何の番号か、まあめくります。はい、2番、3番、4番というふうにどん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 本体がこう傾いていってるというふうなことが伺えます。これをだからとりあえず一回見るのには、一旦下を無視して、ここだけ上だけを見てパラパラパラっとしてください。ぐるぐるぐるっと回っていきます。はい、でここで投資町になります。で投資町でちょうど22番、まあだから1番から順番にこう追っていったら22番で投資町になると、こいつになると。でさらにこっから、次のページめくると23番になって、24番になってというふうにまた変わっていきます。25、26で27、28まで来たら、28まで来て、あ次や、ごめんごめん、29まで来たら、あの何ていうの、こんな矢印が入っています。29で下に折り返すという意味です。29まで来たら下に折り返して、今度逆方向でパラパラして、今度は下を 見れば
徐々に、あっとっとっと行き過ぎた、徐々にこれで横待ちになると。でそのまま、逆方向にパラパラしていったら、はい、だんだん小判底に向かっていく様子が分かって、最後、58でもう横が塞がりかけっていうようなところの次が、横が塞がって上がなくなっての小判底というふうに一周回ってきたというふうな、これがまあ一応そういう見方です。上だけを見ながらこうパラパラして、折り返し地点で逆向きにパラパラして、今度は下を注目するみたいな、そんな感じです。でもこれ、はい、これパラパラこっち向きにするの、別にこっちから追っかけてもいいです。下の方からパラパラしていって、だんだん横待ちになった、こっからまたさらにパラパラして通し待ちに向かって、ここで上に折り返してこうパラパラしてもらっても、それはあのいいです。でこのパラパラの面白いところは、これだけじゃなくって、左側にこれの型紙が載せてると。で型紙もパラパラ、これがなかなか大変でした。ほら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 ね、逆向きもこんな風に型紙がパラパラしています。こうやってね、目打ち位置っていうか、こうハンドルのこの秒の位置がまあ基準ですけども、この秒の位置もちゃんと載せてます。ここには、はい、こっちめくってこっちめくって、逆に型紙の方を向いてめくって、でこっちめくってと、こう2往復も3往復もできるようなこうパラパラの、何冊子で、あの遊んでもらうももちろんそうなんですけども、このパーツ全て緑色のパーツ、それがすなわちカーブがある型紙、緑色のパーツの方から型紙を作ると、効率よくカバンが作れますよということが、まあ言いたいというのがこの本、見本とかって書いてますけどね。で最後の最後、後書きね、この型紙はどのパーツから作るべきなのかを、ごめんなさい、型紙はどのパーツから作り始めるべきなのかを問われると、分かるパーツから作るのが良いと思いますがというふうにざーっと書いてますけども、まあ一番最後のところが本当に、自分が言いたかったことです。ちょっともうネタバレですけど読みます。本誌は型紙作りのヒントのほんの一例ですと、あなたの作りたいカバンのパーツには直線とカーブ、まあ曲線ね、がどこに使われているのかをよく観察してみてはいかがでしょうか。まあだから作りたいカバンの、カバンのパーツどこにカーブがあるのかっていうのをもっと、注意してみたら、なんか型紙は、あ、このパーツから型紙を作ればいいんだなということが、導き出せれる一冊かなというのでこれを作りました。で今、本のサイズペラペラしやす、 ありがとうございます。で、商品はこんな風にちゃんと1個ずつ袋に入れさせてもらってます。で、クリーマーで販売します。とりあえず20冊、売り切れたらすぐに、また増刷っていうか、すぐにもう手配もかけれる段取りにもなってます。まあ一応これ QR コードバシャッとどうぞ。まあクリーマでカーブのある型紙カラーというふうに検索したら出てくるかな。これは送料無料、でも送料無料で全国、一律送料無料で、すみません、送料込みで1500円で売っております。よかったら購入してみてください。